ジャニーズ事務所と音楽番組の逆転の現象の紫テルとキンプリの未来。ジャニーズ事務所の最近の出来事が音楽番組とジャニーズタレントにとって未曾有の変化をもたらす可能性があることが明らかになっています。最近のスポンサー離れがジャニーズタレントをテレビ音楽番組から排除する可能性を浮上させています。この動きは多くのジャニーズファンに不安と期待をもたらし、 さらなる興味深い展開が待っているようです。この記事では、その背後にある要因と、未来の展望について詳しく探ってみましょう。スポンサー離れの背後にあるもの、ジャニーズ事務所は、日本のエンターテインメント業界で長い歴史を持ち、多くの人気アイドルグループを輩出してきました。特に、大型音楽特番は、その成功に欠かせない要素の一つでした。例えば、フジテレビの、FNS 歌謡祭、日本テレビの、 ベストアーティスト、ザ・ミュージック・デー、テレビ東京のテレ東音楽祭などが挙げられます。これらの番組にはジャニーズグループのメンバーが出演し、彼ら専用のコーナーも用意されていました。そのため、これらの音楽番組はネット上で、ジャニーズ祭りと形容されることもありました。しかし、最近の報道によれば、国分大地が司会を務めるテレ東音楽祭において、ジャニーズタレントの出演が危ぶまれています。 スポンサーがジャニーズタレントの起用に難色を示したとされ、国分大地が降板する可能性が報じられています。さらに、他のジャニーズタレントも同様にキャスティングから外される可能性があるとの情報もあります。ジャニーズファンの反応、この、ジャニーズ外しの動きに対して、ジャニーズファンからは不安と悲しみの声が広がっています。ジャニーズタレントがテレビで新曲をプロモーションできなくなることは、 彼らのファンにとっては辛い現実です。特に、音楽番組はアーティストにとって新曲の宣伝やファンとの交流の場であり、それを失うことは大きな損失です。しかし、テレ東音楽祭だけでなく、TBS 系の音楽番組、CDTV ライブ、ライブ、においても、ジャニーズタレントの名前が見当たらないことが判明しています。これに対して、ネット上では、ジャニーズに対するいじめだよ。 といった怒りの声も上がっています。これまでジャニーズ人気に乗っかってきたとされるテレビ局が、一転してジャニーズタレントを排除する動きに出たことに、一部のファンは疑問を呈しています。平野紫耀と戸部の未来、一方で、ジャニーズファンの中には、新たな可能性に期待している声もあります。元キングプリンスの平野紫耀は、戸部という滝沢秀明氏が設立したエージェンシーに加入しました。その後、 彼は世界的なダンサーである RIEHATA とのツーショット写真をインスタグラムに投稿しました。RIEHATA は以前、キンプリのヒット曲、アイチャイバンの振り付けを手掛けたことで知られており、ジャニーズファンにも馴染みのある存在です。この投稿が、平野との再タッグを予告しているのでは、と受け取られることから、平野ファンの間で期待感が高まっています。また、同じく飛べに加入した神宮寺雄太も、 ジャニーズ事務所を退所する予定です。これにより、平野志洋、神宮寺裕太、岸優太の3人がグループ活動を行う可能性が浮上しています。この状況下では、金プリの現役メンバーである長瀬角と高橋海人が新曲、IC 切ること、マジックワードのプロモーションをテレビで行うのは難しくなる一方で、 平野、神宮寺、騎士によるユニットが RIEHATA の触れ付けを引っさげて音楽番組で大活躍する可能性も考えられます。長らく、ジャニーズ事務所を退所した、やめ、ジャニーは音楽番組に出られないというのがテレビ業界の通例でした。しかし、最近の動きからは逆転の現象が起きる可能性も考えられます。ジャニーズタレントと音楽番組の関係がどのように進展するか、今後の展開が注目されます。 ジャニーズファンにとっては、彼らの活動と未来について不安と期待が入り混じった時期と言えるでしょう。